進みなさいってば。そうよね。じゃあ行ってくるわ。その足取りは鳥のように軽やかで。ブローニャちゃんの判断は間違ってなかったよね。私はずっと一方通行の道を歩いてた。だから引き返そうとした時、私は全く違う道に入ってしまった。ケビン？いや、違う。似てるけど、彼じゃないわ。あんな存在に気づいたら、二人もきっと同じように考える。だったら、たとえ私が起点に戻れなくても、同じ目標に向かっていけば、私たちの道はいずれ交わるはず。やっぱり動いてる針と糸が一定の数になると網も揺れ始めて弱点をさらす。このひびの奥に何が隠されてるか見せてもらいましょう。どうやら私の判断は正しかったみたい。キアナちゃん、ブローニャちゃん、二人もあの力を感じたのね。あの力ってメイ先輩じゃなかったの？あれが起源の剣能だって。私もブローニャもそう思ってた。とにかく合流できましたし、ひとまず状況を整理しましょう。じゃあ今のメイ先輩は？雷の律者であり起源の律者でもある。とはいえ、違うのは名前くらいかしら。起源の剣能の理解に関しては、まだ時間が必要なの。何でも断ち切れるこの感覚も、起源の剣能のおまけだけだと思う。残念ながら、終焉の律者や、眉に関する情報は入手できてないわ。大丈夫です。それも博士たちの想定の範囲内ですから。まずは話を現状に戻しましょう。メイ姉さんが今言ったあの力が起源の剣能でなければ、学園長が話してた異常現象と関係があるとブローニャは思います。異常現象？もう一つの結論を先に話そう。終焉の眉は人類の夢、その集合体の最深部に隠されているのかもしれない。つまり地球奪還の行動は結局最終的に終焉を超える行動に結びつくってことかしら。この問題を二つの面から考えてみて。まずは最近の行動結果を見る限り、夢にいる人たちを地球の空間と共に現実に帰還させることは難しい。一方、みんなが月から持ち帰ったサンプルを解析したとしても、旋回一条は終焉の眉の位置を特定できない。それはつまり、私たちが通り抜けることができない、何らかの障壁が眉を隠してるってことよ。今ある情報から見ると、そういったレベルの障壁は、あの夢の集合体以外に、選択肢はないわ。状況は厳しい。だが幸いにも僕たちには挽回する余地がある。ただ今の問題は
その前に確認したいことがある。テレサ主教、誰もが一定の代価を支払うことになるとしても、世界を元に戻す覚悟はできている。そうだな。何があったの？それはすでに天命とネゲントロピー、ひいてはヨルムンガンドの一部メンバーの共通認識だと思ってるんだけど。あんたの言う通りよ。ベルト、本題に入りましょう。ああ、原理的に言うと、前に話したあの現象が起きた原因はそんなに複雑な話じゃない。人類の夢を全て一箇所に集めると、精神のアダムという巨人が現れる。それはヨルムンガンド側が話してた夢の集合体の説明かしら。ああ、人々の夢をつないでいるのが精神のアダムだ。故に彼らは互いの精魂空間を共有できる。精魂空間を共有？結果から見ると、彼らの精魂空間は干渉し合うことで互いの情報の空白を埋めているようだ。外部との接触を拒んだセンチネル族は現代社会の暮らしを理解できないだろう。人類は交流と想像だけで未知の世界を具体的に認識することはできないんだ。精魂が記録しているのは言語や画面のような簡単な概念だけじゃない。精魂空間の共有によって実現するのは限りなくリアルに近い夢の世界だ。そしてその夢は、人と人との差を利用し、彼らの求める未来や潜在的な理想を映し出す。ユートピアそのものね。とにかく夢の主は、向き合うはずの現実を潜在意識で拒む。今までの手段で彼らを解放できない理由は、そんな単純なものだ。俺たちが奥深くに入るほど、空間への影響力が弱くなり、潜在意識の拒絶に抵抗するのも難しくなる。みんなが子供の頃、注射を怖がったようにな。つまり、夢を見てる人たちが夢を出られないのは、彼らがそう願っていないからなの？そうよ。結局のところ、夢は自分の潜在意識と直接交流する手段に過ぎないの。だから、夢を見る人の感情や好みに左右されてしまう。それを避けることはできないの。技術面で言うと、夢の集合体はブラックホールのように一種の特異点になってる。私たちが虚数化した地球を現実に戻しても、大して影響を与えられないの。ここまで話してて一番腹が立つのは、私たちが彼らを解放するための方法を考えてるっていうのに、本人たちはまだ虚数空間でいい夢を見てるってところよ。考えただけで血圧が上がるわ。害を避けたいと思うのは生き物としての本能だからね。被害者たちは自分が夢の中にいることにすら気づいていない。夢から目覚めるわけがないだろう。ふん、知らないわよ。彼らは夢に隠れられることに喜ぶべきね。でないと、私のテスラ10562で頭を叩かれて目覚めることになるわ。つまり、私たちの今までの努力は無駄ってことかしら。残念ながらその通りよ。夢の集合体、もしくは精神のアダムは、自らを強化し続ける情報の眉。ケビンをボコボコにしたって状況は変わらないわ。もちろん、ケビンをボコボコにするというのもテスラ博士の冗談だよ。ちっ、うるさいわね。とにかく状況はかなり不利ってことよね。じゃあ、さっき話してた対応策って何？代価がかなり大きいみたいだけど。ベルト、あんたから話して。いいだろう。先ほど言ったように、精神のアダムは人々の目覚めたくないという願望のせいで非常に固くなっている。となると、最も安定した夢を狙って括弧撃破すれば、残った夢は不安定になり徐々に解体されていく。撃破？ええ、
エネルギーを用いた武器で爆撃して、武力的な手段で頑固者を一掃すること自体はできるけど。まさか、夢を消された人たちは、どうなるの？おそらく、精神面で重いダメージを受けることになる。精神のアダムが背負ってるのは、通常の意味での夢じゃない。美しいものを求める人々の意志なんだ。外部の力でそれを壊してしまうと、記憶、感情、夢、さらに願望というもの自体が夢と共に破壊されてしまう。夢の主にとってそれは精神世界の津波のようなものだ。現実世界に戻った彼らはどうなるか。ポジティブに考えてもうつ病患者のような状況に陥ってしまうだろう。何しろ人類にとって願望を失ってしまうことは全てを失うことと同じだからね。つまりその人にとって人生そのものの意味を失うってこと？そう。人類の潜在意識の集合体に正面から対抗すれば多くの人々が犠牲になる。テレサさん、それは僕たちがそうすると決めた時に支払わなければならない代価だよ。本当に腹が立つわ。あの人たち自身にも腹が立つけど、このまま彼らの運命を決めてしまったら、私たちはユルヌンガンドと大して変わらないでしょ。ああ、だからこそこのプランは今まで放置されていた。たとえ本物の神でも誰かの人生を決める権利など持ってはいない。これは今までネゲントロピーが守ってきた信念だ。しかし今そんな理不尽なやり方が僕たちにとって唯一の活路になってしまった。地球奪還も意味がなくなり、終焉の眉の位置を割り出す方法も行き詰まっている。他のプランを考える時間はそう多くないんだ。ムカつくわ。どうしても我慢できないのよ。立場が変わってもより良い答えを見つけられるわけがない。まるでケビンに嘲笑されてるみたいじゃない。確かにあのフルケどもに対してはちょっとした痛い目に合わせてやりたいと思ってるけど、本当にこのままやけになってあんな心ない成婚計画が好き勝手してるのを放っておいていいの？嘲笑されてるというより、むしろ問い詰められてる気分だわ。もし人類が文明のために何かを捨てなければならないなら、ケビンは私たちにどんな答えを望んでるの？そうね、彼はとっくに彼の選択をした。成婚計画、それが彼の答えだった。彼は答えを期待していないかもしれないし、これも私たちのために残した試練じゃないかもしれないけど、それでも私たちは答えを出さなければならない。そういえばあの時もしかしたら暴力は夢の集合体を突破する唯一の方法じゃないかもしれない。成婚計画に捕獲された時、偶然だったとはいえ、私は確かに自分が夢の中にいるって気づいたの。それなら、あの精神のアダムも打ち破ることができないわけじゃないと思う。再び成婚計画のメインネットワークをかき回すことで、精神のアダム内部に潜入し、閉ざされた夢を崩し、連鎖反応で解体を狙う。そして夢が緩んだ時、正常空間の定着を進め、その人たちを現実に帰還させる。同時にその過程で終焉の眉の座標を割り出す作業をする。第一歩が順調に終われば、
その後の行動も理論上問題はないと思う。そうなると今のところ主な問題は一つだけね。どうやって内部から夢を崩すの？聖魂空間の中で私は夢を見てるって気づいたことで、それを突破するきっかけを手にしたの。夢の頑丈さが現実に対する拒絶から来てるなら、夢の主に何らかの形でそれを受け入れてもらえば、あの固い夢たちを緩ませることもできるわよね。知ってると思うけど、少なくとも一部の人にとって夢は現実よりずっと魅力があるのよ。あ、テレサ、その考えは本当に実現可能かもしれないわ。え？ほら、あの人たちにとって夢は現実より魅力があるでしょ。じゃあ私たちが手伝って聖魂計画以外のところで彼らの夢を作らせれば、聖魂計画の夢の集合体から見れば現実と夢の関係が逆転することになるでしょ。ごめんなさい、ちょっとついていけてないかも。どうしてそうすると夢と現実が逆転するの？もうこう考えてみなさい。その人たちは欲しいものがあるからこそ夢に執着するのよね。目の前の夢ではその願いを満たすことができないって気づかせたら、相手は新しい世界を切り開きたいと願うはずよ。その考えが生まれたら、もともと楽園のように見える夢の集合体はむしろ現実的な枷になる。そうすれば個人個人が夢の集合体自体を否定することになるでしょ。つまり自分で何かを作りたいと考えるように相手を誘導すれば、その人はおのずと精神のアダムと敵対する立場になるってこと？おそらく敵対よりはずっと穏やかだが、紛れもなく非協力的になるだろうな。ああ、本当の想像は集団の潜在意識に対する反発。試す価値はあると思うよ。ただこの方向で試してみる場合、おそらくやり始めたら最後までやり遂げる必要があるだろう。ね？ああ、それもそうね。それが効果があるやり方なら、プラン自体にランダム性があるせいで私たちは結果をコントロールできない状況になる。運悪く防御力がより強い精神のアダム2号を誕生させてしまったら、今までの努力が全部水の泡よ。それならより試す価値があるじゃないか。はあ？ボサ頭、あんた冒険を主張しているわけじゃないよ。僕たちが話し合ったように夢を壊す戦術は本当に見えるが、大火力が必要だし、途中で発生するリスクの予想も難しい。ケビンが直接干渉してくる可能性も含めてね。だから技術面で言うと2つのプランのどちらがいいか判断しづらい。だったらより人間らしいプランを選ばない手はないだろう。というより第一歩の操作が成功したら、あとは人類に助ける価値があるかどうかの検証をするだけだよ。テスラ博士、君の怒りも非合理的なものではない。人類がただ一方的に助けられるだけの立場でいるなら、僕たちは飼いならされたハムスターと大して変わらない。自立して生きる能力などなく、世界を変える意志もない。そんな人は救わなくたっていい。まあいいわ。あんたはそういう意地の悪い人間だってもっと早く気づくべきだったわ。いや、僕は君よりも人類の根性と可能性を信じている。ただそれだけさ。人類には助ける価値があると僕は信じている。でなければキアナたちが世界はより美しくなると何度も何度も思うはずないだろう。ましてやそうでなければ聖魂計画が構築した夢の集合体もあれほどの美しい夢を作り出せるわけがない。違うかい？俺はアインの考えに賛成する。確かにこれは最後までやり遂げなければならないプランだ。だが俺たちが人類の素晴らしさを信じている限り、これはより試す価値のあるプランだと思う。聖魂計画に抗うことが人類の自我と抽象の戦いなら、人類全体の運命が決まるこの戦いには
人類全体が参戦するべきだ。好きだらけの考えだったのに、まさかここまで話し合うことになるとはね。でも、みんなが賛成してくれたなら。ええ、このプランで行きましょう。同胞が、俺たちを失望させないことを信じよう。次は、夢に入る人を決める段階だね。理論上、参加する人が多ければ多いほど理想的だが、何事も初めが大事だからね。僕たちには先駆けとなる人が必要だ。聖魂空間に対して十分な忍耐力を持ち、夢の中で迷ったりせず、人を振幅させる話術も必要。そんな相手ならあなたたちの前に一人いるでしょ。それってテレサさん自身のことを言っているのかい？でもデュランダルたちが奪還した現実世界はあんたに定着させなければいけないのよね。それについてはきっとジークフリートがうまくやってくれると思うわ。彼はずっと後方で待機してて愚痴をこぼしていたから。他の作戦面の手配に関してはリタ、長光、琥珀たちを信じてる。彼女たちならきっと正確な判断をしてくれるはずよ。しかし精神のアダムの内部はまだ未知のエリア。あ、そういえばビシュヌの能力で。確かに。そう考えると作戦スタッフの中でテレサさんより向いている人はいないと思う。あれは最後の切り札だけどね。でも客観的な理由よりもみんな忘れてるなんて言わないわよね。授業を担当することはあまりないけど、私は学園長なのよ。